ダウンタウンの南に位置する、レッドマウンテンからの市のパノラマバーミングハムは、アメリカ合衆国アラバマ州の最大都市であり、ジェファーソン郡の郡庁所在地である。人口は2009年の推計で23万650人で、あるが、都市圏人口は121万2848人に、上り、全米で47番目の規模である。市名は、 イギリスのバーミンガム市にちなんで名付けられ、バーミンハムと呼ばれることも多い。今日、バーミングハムはアメリカ南東部における最も重要なビジネスセンターの一つであり、同時にアメリカ最大の銀行業の中心地の一つとして発展している。市は1871年鉄道路線が交差する場所に創立された。アパラチア山系の豊富な石炭や、 鉄鉱石を利用し鉄鋼業の中心として大発展を遂げ、南部のピッツバーグと呼ばれたが、1930年代の大不況では深刻な打撃を受けた。主人公の70%以上が黒人だが、かつてはアメリカで一番人種差別がひどい街とまで言われた。そのため1950年代から1960年代にかけては黒人の公民権運動の一つ。 バーミングハム運動の舞台となった。1963年4月には、マーティン・ルーサー・キング牧師が、バーミングハム死刑に逮捕され、同年9月には、クー・クラックス・クランにより、教会が爆破され犠牲者が出ている。バーミングハムは、北緯33度31分29秒、整形86度48分46秒に、一致している。アメリカ合衆国統計局によると、 この都市は総面積393.5平方キロメートルである。このうち388.3平方キロメートルが陸地で5.3平方キロメートルが水地域である。総面積の1.34%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査でこの都市は人口24万2829万8782世帯。 および59,269家族が暮らしている。人口密度は625.4平方キロメートルである。288.3平方キロメートルの平均的な密度に111,927件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人24.07%、アフリカンアメリカン73.46%、 先住民0.17%、アジア0.80%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.62%、及び今月、根結0.83%である。ここの人口の1.55%はヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は25.0%が18歳未満の、未成年。 18歳以上24歳以下が11.1%、25歳以上44歳以下が30.0%、45歳以上64歳以下が20.4%、および65歳以上が13.5%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は85.7人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は80.4人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は26,735ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は31,851ベードルである。男性は28,184ベードルに対して、女性は23,641ベードルの平均的な収入がある。 この年の一人当たりの収入は15,663米ドルである。人口の24.7%及び、家族の20.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の35.4%、及び65歳以上の18.5%は、貧困線以下の生活を送っている。古くからバーミングハムは、アパラチア山脈の豊富な石炭や 鉄鉱石を利用した鉄鋼都市として栄えており、鉄鋼、金属関連の企業が多く、本社を置く。金属製品製造大手のアメリカン、キャストアイアンタイプカンパニー、水道管大手のマクアンは特に、バーミングハムを代表する大企業である。しかしながら、1970年代から1980年代に、同市の経済は、転換期を迎え、医療や、 バイオケミカルの分野が発展した。アラバマ大学バーミングハム校は病院を持ち、そこでは事故などにおける精神治療分野で全米をリードしている。また、バーミングハムは金融の分野で全米に知られるようになっている。銀行業のリージョンズファイナンシャルコーポレーションやベベビエコンパスは同市が拠点である。また、ワコビアに買収された。 サウストラストも同志が拠点となっていた。プロテクティブライフ、インフィニティープロパティ&、カジュアルティー、プロアシュランス、リバティーナショナルは同志に拠点を置く保険業である。その他、サウスセントラルベルという電話会社が拠点を置いていた。現在は AT、AT&T グループに属するベルサウス社に、 買収されるも、ダウンタウンには AT、AT&T シティセンターという超高層ビルがあり、データセンターとして機能している。新聞バーミングハムでは、日刊新聞が2紙発行されている、アドバンスパブリケーションズによる所有、W, The, バーミンガムニュース及びスクリプツによる所有、バーミンガムポストヘラルド。テレビ局バーミングハムは合衆国内で40番目に、大きな、 バーミングハム、アニストン、タスカルーサテレビジョン市場の一部である。ラジオ局参照、リストオブラジオステーションズイン、アラバマ・バーミングハムは主要なプロフェッショナルスポーツの、フランチャイズを持たないが、カレッジスポーツ主として、アラバマ大学及び、オーバーン大学フットボールチームを基盤にする大変、強いファンがいる。シカゴホワイトソックス参加 AA 級のバーミングハム、バロンズがある。 この球団には、かつて、マイケル・ジョーダンが在籍していた。2022年にワールドゲームズを開催。大学バーミングハムの姉妹都市プログラムは、バーミンガムシスター・シティーズ・コミッションによって管理、されている。U.S. ガッツティール・ファイルズ、2010、2000、&1990、ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。 h t t p w w w c e n s u s g o v シュ w w w g a z e t t e r ッシ z が z h t m l 2 0 1 1年4月23日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。